これから15分間のエクササイズを行っていきましょう。筋力やバランス能力の維持向上を目指して楽しくチャレンジできるエクササイズです。運動は全部で5つのパートに分かれています。高めの強度3分と中程度の強度2分を交互に繰り返します。まず最初の1分はウォーミングアップです。手首足首を回したり全身を伸ばしたり股関節を動かしたりして体をほぐしていきましょう。エクササイズを始める前に前後左右2メートルくらいのスペースを確保、水分補給をしておきましょう。医師から運動の指示を受けている方はその指示を優先し、痛みや違和感がある場合は可能な範囲で実施してください。さあ準備はできたでしょうか。それではクラススタートに向けてテンション気持ちを盛り上げていきましょう。さあ参ります。5、4、3、2、1スタート。はじめはスクワットからです。両足を外側斜め45度に開き、お尻を後ろに突き出すようにして腰を落としていきます。上半身は背筋を伸ばし呼吸を止めずに行っていきましょう。余裕があれば深くしゃがみます。左側はオプションです。手は胸の前に置いたり少し浅くお尻を落としても OK です。5、4、3、2、1。次はサイドランジです。外側に大きく足を踏み出しながら膝を曲げていきましょう。お尻は後ろに突き出し胸を張って呼吸を整えていきます。左のように少しペースを落として浅めのサイドランジでも OK です。ご自身のペースで行っていきましょう。5、4、3、2、1。次はスクワットからのニーハグです。一番最初のスクワットの動作から今度は膝を抱えていく動作を加えていきます。できる方は深くしゃがみ膝を強く抱えていきます。もちろん左のように膝の引き寄せ角度は浅めでも OK です。ご自身のできるペースで行っていきましょう。5、4、3、2、1。次はアブダクションです。立位の状態で足を横に持ち上げます。できる方は右のように大きく真横に足を広げていきます。もちろん左のように小さく外側に足を出して床にタッチするような動きでも OK です。自分のペースで行っていきましょう。5、4、3、2、1。次はワンレッグデッドリフトです。片足で大きく後ろに足を引きながら股関節ももの付け根から動かしていきます。頭からかかとまで一直線にしてももの付け根の動きだけで体を支えていきます。左のように小さい動き、ゆっくりの動きでも構いません。5、4、3、2、1。はじめのブロック最後の種目です。バックランジとプル&プッシュです。片足を大きく後ろに引きながら上半身をひねっていきます。余裕がある方は後ろ足を大きく引いてみましょう。左のように小さい歩幅でも OK です。上半身のパンチ、そして後ろに引く腕の動きもご自身のペースで行ってください。ラスト5、4、3、2、1。ここからは少しだけ先ほどよりも心拍を整えるフェーズです。その場でウォーキングを行います。いつもと同じように両足を交互に膝をしっかり持ち上げていきます。腕もしっかり振ってみましょう。できる方はより大きく速く動かしましょう。左のように少しゆっくりめのペースでも OK です。5、4、3、2、1。次はサイドホッピングです。横方向に左右交互に足を動かし体重を支えていきます。余裕のある方は少しジャンプを入れて体重を大きく移動させてみましょう。左のようにタッチしながら少し強度を下げても OK です。自分のペースで行います。ラスト5、4、3、2、1。
もう一度ウォーキングに戻します。できる限り大きく膝を上げ、肘を後ろに引きながら上半身の動きも意識していきましょう。心拍数が下がりすぎないように自分で運動の強度を調整してください。常に顔を正面に、背筋を伸ばしていい姿勢を心がけましょう。あと5秒、4、3、2、1。もう一度サイドホッピングに移ります。大きく動かせる方は片足ずつ体重をかけ、床からどちらかの足が離れるようにしながらチャレンジします。もちろん左のように両足が同時についた状態でも OK です。できる限りチャレンジしていきましょう。あと5秒で次のハードなパートに移っていきます。高めの強度がスタートします。もう一度ハードなところにチャレンジしていきましょう。まずはスクワットから、大きく後ろにお尻を引いて胸を張ってスピーディーに動かしていきましょう。そしてここからショルダープレスを加えていきます。少し動きが複雑になっていきます。スクワットをしながら腕を天井に持ち上げていきます。さあ頑張りましょう。サイドランジです。サイドに大きく足を踏み出していきます。呼吸を整えながら背筋をまっすぐ伸ばして正しい動きを心がけましょう。さあここに両腕を大きく開いた状態をプラスしていきます。床と平行になるようにしっかりと腕をキープしていきましょう。もう一度スクワットに戻りつつニーハグを入れていきます。腰をしっかりと落とし、そして両膝を胸の方にできる限り近づけていきます。余裕のある方は動きの大きさ、スピードも意識しましょう。動きを変えていきます。膝を外側に開いていきましょう。お尻の筋肉を使いながらスクワットと交互に動かしていきます。さあアブダクションです。外側に片足を大きく持ち上げて、上半身はしっかりと維持した状態をキープしていきましょう。呼吸を忘れずに。さあそこにスクワットを加えていきます。スクワット、片足のアブダクション、これを交互に連動させて動かします。さあここからが頑張りどころです。ワンレッグのデッドリフトです。股関節を中心に片足を大きく後ろに引いて、両腕はバランスの取りやすいところに自分でコントロールしてください。動きが少し深くなってインバーテッドハムストリングスです。上半身をより前に前傾させ、後ろ足もしっかりと引いていきましょう。さあバックランジの動きに切り替わります。バックランジとプルプッシュです。片足を大きく後ろに一歩引いて、上半身は逆側にひねっていきます。パンチを強く出してみましょう。ここから上半身の動きがローテーションに切り替わります。膝に手の甲をつけ、しっかりとテコの原理を使って上半身をひねります。あと5秒。さあこのパートでは少しだけ心拍数を落として呼吸を整えていきます。その場でウォーキングをします。先ほどよりも少し呼吸をコントロールしますが、強度が下がりすぎないようにしましょう。できる方は膝を大きく高く持ち上げて背筋を伸ばします。あと5秒、4、3、2、1。次はサイドホッピングに移ります。先ほどと同じですが、大きく左右に重心を移動させながら、できる方はジャンピングを加えてみましょう。左のように小さい動き、安定した動きでも OK です。背筋を伸ばして顔、目線は正面に向けて動いていきましょう。なるべく安定する動きを心がけます。もう一度ウォーキングに戻ります。3、2、1。
その場で足踏み、先ほどと同じく心拍数を落としすぎないように動きを止めず動き続けていきましょう。顔は正面、胸を張って背筋をまっすぐです。余裕があれば膝を高く大きく、腕も前後を大きく動かしていきます。あと5秒でもう一度サイドホッピングに戻ります。さあ切り替えです。さあこの30秒で呼吸を少しだけ整えたら、その次は最後のチャレンジの3分間がやってきます。ここでしっかりと動きを作りながら、できる限り呼吸を整えていきましょう。あと10秒で最後の3分のチャレンジです。5、4、3、2、1。さあここから最後の頑張る3分です。スクワットとショルダープレスからです。しっかり腰を落として後ろに引きながら、両手を天井に向けて伸ばして、ここにかかとを持ち上げる動作を加えていきます。スクワットと全身のプッシュです。しっかりと背筋を伸ばして天井に向けて指がつくように。次はラテラルアームサイドランジです。横に向けて足を踏み込みながら、両腕を真横に一直線に伸ばした状態をキープしていきます。その両腕をオーバーヘッドに変えていきます。これでまた少し強度を上げていきます。呼吸はご自身のペースで、できる方は深くしゃがんで、両腕は万歳をキープです。次はスクワットアウターナルローテーションです。スクワットして膝を外側に開いて、ももを持ち上げていきます。扉を開くようにお尻の筋肉をしっかり活用していきます。さあローテーションサイドニーに切り替えていきます。膝を先ほどよりもより横に高く持ち上げ、脇腹も使っていきます。全身の筋肉を使っていきましょう。スクワット&アブダクションです。しゃがみ込んだ状態から片足を大きく外側に開く、これも下半身を意識しながら大きな動きを心がけます。ショルダープレスを加えていきます。天井に向かって大きく両腕両肘を伸ばして、全身を使っていきましょう。次はインバーテッドハムストリングスです。股関節から体を動かし、上半身を前にしっかりとかがめていきます。後ろ足を伸ばせる方は伸ばして、全身一直線にして動かしていきましょう。さあそこにプル&プッシュの動きを加えます。インバーテッドハムストリングスを行いながら、両腕をプッシュ、そして引いていきます。さあもう少し。最後の動きはバックラウンジにローテーションを加えていきます。片足を大きく後ろに引いて、テコの原理を利用して上半身をひねっていきます。さあもう少し頑張っていきますよ。バックランジをそのままにラテラルフレクションを加えていきます。しっかりと膝を落として横に向けて、指先を伸ばして体側を落としていきます。さああと3、2、1、0。お疲れ様でした。それでは足の動きを止めずに、ゆっくりと呼吸を整えながらクールダウンしていきましょう。腕や肩、足をしっかりと止めずに動かしながら呼吸を落としていきます。それでは大きく深呼吸を3回して終わりにしていきましょう。手を胸の前から広げて、最後にもう一度。お疲れ様でした。